動画をご覧の皆さん、こんにちは。ライフガレージのライフです。いつも動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今日はですね、前回ね、車検の準備しましたけど、今日はいよいよね、当日です。で、今日はね、いよいよ準備した車検当日ということで、実際にね、もう検査協会の方に来てまーす。でですね、いきなり訂正なんですけど、前回のね、動画で、初期用のところね、ちょっと出した時に、自賠責のところがですね、古い計算方法で計算した金額を出してしまっていてですね、ちょっと訂正させていただきます。正しくはですね、今回僕が車検にかかる費用は、こんな感じですね。ちょっとね、諸費用のところが間違ったので訂正させていただきます。早速ね、コメントの方で教えていただきまして、ありがとうございました。で、これもですね、前回ちょっと紹介し忘れてしまって、コメントをね、いただいたんですけども、僕のステアリングですね、ナルディのこの、社外品ですね、いわゆる、ナルディのステアリングに変えているので、ホームボタンのね、マーク。まあ、ナルディのね、ステアリング、ホームボタン、ホーンのマークが入ってるやつと入ってないデザインがあるんですけど、僕のは入ってないやつだったので、ホームボタンのね、シール貼るということをですね、紹介するの忘れちゃったんですけど、今回ね、貼って、できました。ではですね、まず着いたので、前回ね、準備した書類ですね。これを持って、まずはね、書類の手続きをしに、中に行ってきます。で、この時にですね、車降りる前に、走行距離ですね。まあ、100キロ以下2桁は、切り捨てになるんで、僕の場合は853ですね。これをね、書類に一箇所書くところがあるんで、これだけまあ、記憶するか、記録するかね、してから、手続きに行きます。では、実際に今から行ってきます。ちょっとね、ここは中撮影するわけにはいかないので、カットしますけども、行ってきます。で、今ね、書類の方終わりました。ガラガラについててね、なんか10分ぐらいで終わっちゃいましたね。で、やっぱりね、慣れてないんで一箇所、書き損じをしてしまって、住所欄に名前を書いてね、氏名欄に住所を書くっていうミスをしてしまったんですけど、特にね、言ったら、書き直ししないでそのまま通してくれたので、あっという間でしたね。で、今回ね、まあ僕も慣れてないっていうこともあるんで、一応、ちょっと紹介したかったんで、初心者マークこれ借りてきました。これ何かっていうと、検査ラインね、初めての人とか慣れてない人用に、検査協会の方でね、貸してくれて、これをダッシュボードに置いとくことによって、専属の人がね、一人来て、ライン内ね、案内してくれるので、安心ということですね。まあ、ちょっとね、今回僕そろそろ初心者マーク卒業しようと思ったんですけど、ちょっと紹介したかったので一応、やっぱりね、久々なんで借りてきました。で、これで行きたいと思います。で、受付の方はね、空いてたんだけど、結構ね、検査ラインの方はなんか混んでますね。まあそこそこ待つようかな。まあ都会に比べたらね、これでも少ない方なのかもしれないけど。まあそこそこ混んでますね。で、今時間が9時31分。第2ラウンドね、10時半から予約したんですけど、僕ね、動画撮る都合上だいぶ早く来て、早く来たらやってくれるかなと思ったら、このままね、ラインに入っていいそうなので、今から実際にラインに入ります。ではですね、ここからちょっとナレーションを入れていきます。当日ね、これ iPhone で検査ラインの模様ね、撮ろうと思って、ちょっとね、固定もうまくいかなくて、エンジンかけてる状態だと今ね、細かいちょっと振動も出ちゃって非常に申し訳ないんですけど、音もですね、ほとんど取れていなかったので、ここからね、ナレーションを入れていきます。で、右からね、今、検査員の方が来られて、今書類を渡してね、ここからライト類の、まずは検査が始まります。で、まあこれはね、声でね、教えてくれるので、指示をしてくれるので、それに従ってね、今ライトつけたりしてますけど、で、指でね、こうインカー指示してくれるので、その通りにやっていけばいいと思います。で、これね、今ね、ポイントなんですけど、今メジャーをこれ何か出してですね、何か測られてますよね。で、これは何かというとですね、ちょっと画面上に出しておきますけど、フォグランプにですね、こういうような規定があります。で、まあ僕の車ローダウンしてるんで、それでね、測って、っていたのだと思いますけども、一応こんなことがあってね、実際に測られましたね。で、まあこれはね、僕確認を知っていたので、あらかじめね、確認していたので、問題なかったんですけど、で、今ね、後ろ側ですね、のランプ類の検査してるんで、リバースに入れたりしてましたけども、後ろ側をやって、で、あと今ね、これが室内をちょっと見えにくいんですけど、見てるところですね。で、まあシートベルトなんかをして警告灯を、見られてるところです。まあこの辺はね、ライトつけてくださいとかブレーキ踏んでくださいって言われるのでね、指示に従ってやればいいと思います。で、最後にね、車体番号とエンジン番号を確認するので、自分でね、車から降りてボンネットを開けて、見てもらう必要があるっていうことですね。で、とりあえずね、この検査は無事終わったんですけども、問題なくね、もちろん終わったんですけども、最後にね、やっぱりローダウンしてある車だからだと思うんですけども、後でね、最低地上高だけ測らせてくださいと言われて、この検査は無事終わりましたね。はい。で、今ね、
もうちょっと進んで LINE への入場を待ってるところです。で、ちょうどね、1台進んだところで、実際にね、最低地上高の方ね、なんかアルミみたいのでできた、測定器っていうかね、アングルみたいなやつでですね、最低地上高は実際にやっぱり測られましたね。まあ、そこもね、特に問題なかったんですけど、で、運悪くですね、この日、ちょうどね、休憩時間が、LINE の休憩時間があるんですけど、LINE の休憩時間に当たってしまってですね、ここでちょっと15分ぐらいね、休憩中は止まってしまうので、待つことになってしまいましたね。まあ、それでね、緊張がほぐれて、今回はね、落ち着いて比較的 LINE に入れたかなと思うんですけども、まあ、ちょっとね、ここで待ち時間ができてしまいましたね、今回は。ではね、ここから、LINE にいよいよ侵入していきます。ちょっとね、待ったんですけど、侵入していきますね。で、まず、排ガスの検査をするので、記録用紙をですね、必ず持って車から降ります。で、車から降りるのはここだけなんですけど、実際にね、マフラーに棒を突っ込んで、検査をして、OK なら、書類にね、を機械に差し込むと、スタンプが押されるので OK ってことですね。まあ、ここからはね、専属の方が一人ついてきてくれるので、その方のね、指示に従えばいいと思って、特にね、難しいことはないと思います。で、車に乗り込んだら次がサイドスリップですね。板の上を通過して測ることになるので、この時はですね、ゆっくり通過するっていうことですね。まあ、僕はアクセルもブレーキも踏まずに、とにかくね、ハンドルを切らないってことです。で、ハンドルから手を離すぐらいの勢いで、行くと上のね電光掲示板に今サイドスリップもあるって緑色のランプがね光ったのがちょっと小さくて分かりづらかったかもしれないですけど光ったんでそのままねローラーに乗せるような感じになりますね車を今ローラーに乗っかったのでスピードメーターの今から検査をしますで空回りするローラーなんでアクセルを踏んでメーターで40キロのところに来たらパッシングですね今パッシングしましたでこれで OK だったのでまあ、ちょっとね画面の上の方に小さくですけど緑色のランプついてたと思いますけど、このスピードメーターも OK でした次がライトですね、ライトまずロービームから測るんですけどまずロービームではね、落ちるということは分かっていたので、ここはちょっとひたすら待つしかないですねまずね、ロービームではちょっと通らないんで、ここでね、ロービームで×がついても、特には問題ないですね。まあ、今回もね、左右当然×になったので、ここは待つしかないですね。で、今、機械が動いてね、左右測ってますけど、まあ、電光掲示板ちょっと、まあ、半分ぐらいしか見えないですけど、×がやっぱりついてますね。でロービームは、左右とも結局ですね、やはり×。まあ、ここはちょっと通らないですね。でそうすると、で、ハイビームにしてくれって言われるので、ここからハイビームにします。で、ここからがね、実質検査の本番みたいな感じなんで、ハイビームでね、実際通るか通んないかっていうのはちょっとドキドキっていうかね、心配なところなんですけど、僕の場合はですね、予備検今回、まあ、準備編の方でね、お話ししましたけど、予備検行かなかったんですけど、高軸もね、ハイビームで一発で左右とも通ったので、特に問題はなかったですね。はい。で、これでね、良かったなぁと落ち着いてるんですけども、次にね、まだありますね。そうしたら今度はですね、ブレーキの検査ですね。でここはまあ、力強く踏むっていうことでいいと思うんですけど、はい、ブレーキ強めに踏んでくださいとかね、横から指示してくるので、それに従って踏めばいいと思います。で、今上にね、ちょっと小さいですけど、緑色の丸が出てると思いますけど、ブレーキ大丈夫でしたね。で、サイドブレーキのね、なんか、かけ方が悪かったのか、ちょっとね、罰になってしまって、ちょっとね、ここが焦ったんですけど、で、ちょっとね、もう一回やってくれて、OK でしたね。ちょっとね、ここはちょっと焦ったんですけど、まあやり方が多分ね踏み方が悪かったんだと思うんですけども、2回やり直してもらえて OK でしたねそしたらそのまま進んでですねこれから下回りの検査になりますでリフトですねもうタイヤごと上げるリフトに乗るのでこれもね誘導してくれるので、そのまま乗るような感じですねで書類一式を今渡しましたでここからですね、車ごとね上げられますで、ここでですね、ハンドルを切ってくださいって言われるので、エンジンは止めるんですけども、完全にオフにしてしまうとね、ハンドルロックがかかってしまうので、オンの状態で待ちます。で、今ね、ハンドル左にいっぱい指示通りね、切ってるとこですね。でこのままね、車ごとね、上げられるってことですね。
で、そうするとですね、下からまた検査員の方から指示がいろいろあるので、それの通りやる感じですね。で、今ハンドル小刻みに動かしてくださいって言われたので、動かすと下をね、下回りを、点検ハンマーでね、緩み等をコン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 ですね、叩いて確認される感じですね。で、今度逆に切ってくれって言われたんで、今度逆に切って、また小刻みに動かしてくれって言われたので、小刻みに今動かしてるところですね。で、まあ、かすかに音が聞こえると思いますけど、カン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 ね、点検ハンマーで各部を叩いて、検査されるってことですね。で、まあ、最後まっすぐに、戻します。で、この時にね、ホイールのロックナットですね、これも確認をされるので、前回のね、準備編でカバー等をね、ついてて、まあ、ロックナットがね、露出してないものは外していくってことですね。で、今一回ライトつけましたけど、おそらくですね、ナンバー灯が見えづらいので、外では。ナンバー灯をね、おそらく確認してるんだと思います。下からね、下から見た方が見やすいと思うんで。で、そんな感じですね。まあ、ここもね、下からいろいろこう指示をされるので、それに従えばいいっていう感じですね。で、まあ、叩かれて、今もね、ちょっと叩いた音、まあ、聞こえるかわかんないですけど、動画上は。いろんなところをコン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 叩かれて、検査をされるってことですね。で、まあ、この辺はね、落ち着いて待ってればいいと思います。で、車ね、また降りてきますね。で、この時に上から見てたら、検査員の方がね、書類に合格のハンコをボンって押してくれるのが見えたんでね、ちょっと安心したんですけども。で、これで、検査のね、ラインは終わりですね。で、この最後にですね、で、ファイルをですね、今5万の窓口に出してくださいと言われたんですけども、それで終わりですね。特にね、合格ですとか問題なかったですって言われないので、今のようにあっさりね、じゃあ次はこの書類を何番の窓口に出してくださいとか、そういう言われ方しかしないんですけども、そう言われたら無事 OK ですね。で、これでね、なんとか一発で合格してね、今外に出てきたところですね。まぁ、ちょっとね、待たされたんですけどね、結果的にはね、一発で全て通ったので、非常に今回はね、良かったと思います。というわけでね、無事検査コース終わって、今ね、窓口に行って新しい車検証とね、ステッカーもらってきたところです。無事一発でなんとか通りました。まあ、動画的にはね、特に見せ場もなかったんですけど、まあ、とりあえずね、無事一発で何事もなく通ったんで良かったと思います。ちなみに今10時56分ですね。ちょっとね、書類手続きしに行ってね、タバコ一服してたりしたんで、まあこの時間になりましたけど、ちょうどね、僕の番でね、休憩が入っちゃったりして、まあそこそこ時間かかったんですけど、まあ大体これぐらいの時間では終わると思いますね。だから午前中予約しておけば、お昼までには、まあ何事もなければね、帰れるようなタイミングでは終わると思います。というわけでね、今回は車検を取りに行きました。まあ無事ね、見てもらった通り一発で無事通ったので、まあライフガレージもね、これであと2年間、無事続けられます。というわけでね、ちょっと次回からまたやり残したメンテナンス等をやっていこうと思います。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。